プラレールでサスケ第15回大会イエーイということでやっていきたいと思います。ちょっとですね、実は体調崩しておりまして、またですね2ヶ月ほどちょっとお休みさせていただいてました。すいません、2ヶ月ぶりになってしまいました。ちょっとあんまり体強い方ではないっていうこともあって、まあ、こういうことたまにあると思うんですけど、ちょっとお待ちいただけたらなと思います。それからまだチャンネル登録まだの方いれば、ちょっと登録して待っといてくれたらなっていうふうに思います。すいません、よろしくお願いします。じゃあ、今回もやっていきたいと思います。今回のコースなんですけど、結構難易度高いものを、ギミックを結構入れています。なので、ちょっと厳選した車両で挑んでいきたいなと思います。それじゃあやっていきましょう。まずは小矢部さんの挑戦から、おっと激しく飛んでいった。転倒です。続いて2台目アルファ X、 乗ることができるか。素晴らしいスライド、豪快な滑りっぷりですね。そして3車両目丸の内線、ゆっくり進むことができるか。おっと、ちょっと可能性を感じましたが、どうでしょう。ゆっくりめの車両の方が可能性がありそうですね。かなり滑りますね、滑りますね。阪急電鉄も滑ってしまった。そしてラピード、期待してますが、ちょっとダメか。まだ期待には添えていません。さあ、そして成田エクスプレス見ていきましょう。成田が、おっと、さすがの下り坂の安定具合、そしてカッコッカといい音を立てて、今回の難所2つ目を超えていく。素晴らしい。そしてステージレール、そして新ギミック、新ギミックいい感じですね。超えてリクエストもあったこの部分ですが、おっと、おっとらしい動きをして超えて、さあ決めて、さすがにここは決まらなかった。しかし惜しいですね。はい、ということで今回の優勝はちょっと少ないんですけど、成田エクスプレスになりました。ということで次回は初挑戦の車両追加予定ですので見てください。